笠木山は岐阜県江那市と中津川市にまたがる標高1128メートルの山。山頂は江那市中野方町にある。江那市の北部に位置する独立法で、この地方で最も高い山であり、中央自動車道の江那橋サービスエリアから全容を望むことができる。見る方角にもよるが、文字通り、傘を置いたような船体称に広がる山裾が特徴的である。 この山はもともと船伏山と呼ばれていたと言われるが、平安時代の中頃、花山天皇がこの地方に来てみた山の形が、都の笠木山に似ているというので、眺めつつ、笠木の山と名付けしはこれも笠をくしるしなりけるという和歌を読まれた時から、笠木山と呼ばれるようになったと言われている。また市内から見える稜線が、具法大師の寝姿にも見えることから、寝具法などと呼ばれることもある。 岐阜百山の一つ。山中には、国の天然記念物一つ端号自生地、県指定天然記念物光五けの自生地がある。山頂からは、江奈山、御嶽山、中央アルプスの山々、さらに条件が良ければ、白山や南アルプスの山々が遠望できる。山頂付近には、物見岩や百条岩などと名付けられた巨石がたくさん、あり、頂上にある。 笠木神社の社殿裏側一帯の崖下には、脳皮流門岩の巨岩が群れなして、得意な景色を作っている。その巨岩と巨岩の間、あるいは巨岩の割れ目がホラー穴になっているものもかなりあり、その洞穴の中に、光ゴケが自生している。主として、山腹北側で、ピラミッドストーンや古代岩国文字が刻まれている岩が、見られるほか、南側には、 フリークライミングエリアも整備されている。山の西裾には1987年に巨額の資金を注ぎ込んで作られたグリーンピアエナがあったが2000年に経営難で閉鎖した。山頂には笠木神社と二等三角点がある。登山道は南側ルートと北側ルートの2ルートがあり北側ルートはキャンプ場などが整備されているため山頂まで10分程度の ところまで車で移動することも可能である。ありがとうございます。